声優の中間美子です。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。もうすごく今日校舎で入らせてもらった時にこうすれ違った皆さんがこんにちはこんにちはって声をかけてくださって、私自身はこうやって中学生の皆さんの前でお話しするのって実は今日が初めてなのですごくドキドキしてるんですけれども、皆さんのこんにちはをいただけて、今日は短い時間ですけれども、皆さんそれぞれと楽しみたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いします。作品雲の糸、芥川龍之介、読み手野戸真美子。ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへあふれております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。しかし極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓着いたしません。その玉のような白い花はお釈迦様のおみ足の周りにゆらゆら腕輪を動かして、その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへあふれております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。おしまい。みんなも今日この時間の中で誰かちょっとでも感じてもらえるものがあったら嬉しいなと思いますし、これからの皆さんの、いろんな夢や成長を応援していますし、あと今日いろんな作品を通して本当に本を読むこと、本もねそんな難しく考えなくてもいい、どんな本でもいいと思うけれど、本をまず手に取ってワクワクすること、想像することっていうのをこれからの皆さんの時間の中でいっぱいやっていってほしいなと思います。一人一人にねお礼を言いたい気持ちですけれども、ここからで失礼しますね。本当に今日は